輸送機。輸送機は、貨物等を輸送するための航空機全般を指す。以下のような種類に対別される。軍用輸送機には、固定翼機のものと回転翼機によるものがある。以下では、固定翼機による、軍用輸送機について説明する。回転翼機による、軍用輸送機については、ヘリコプターの一覧軍用ヘリコプター参照のこと。 前線への物資の投下のような用途に供されるため、未成地での離着陸能力を備える。大陸間の長距離、大容量の輸送能力を備える。軍用輸送機に求められる性能は、大搭載量と長い航続距離であり、未整備で短い滑走路での運用も求められる。また、空中給油を受ける能力や与える能力に加えて、空中物資投下能力が求められる場合もある。 当初から輸送機として設計されたものと爆撃機や民間旅客機から設計変更や改造されたものに大別される。輸送機を意味する英語のカーゴエアクラフトやキャリアの頭文字から C で始まる正式名称の機種が多い。21世紀現在の多くの機体は長く平らな床面を備えた一つの貨物室を持ちパレットでの二役効率を高める霊量床に 内蔵するものが一般的である。貨物の積み下ろし口、カーゴドアは古くは機体左側面に大型のドアを設けたものが一般的であったが、現在では長弱物や車両の自走搭載、パレット化による二役に適合させるため、機種部分の胴体をチルトアップさせる方法と機体交尾にスロープ兼用のドロップゲートを設ける方法が多く見られる。 旅客機をもとに作られて、構造上、本来の客室の床を取り払うことができない機体では、胴体下部の貨物室とカーゴドアは生かしたまま、2階部分の側面、本来客室のあるレベルに、大型のスイングップ式のドアを追加したものがある。軍用機では、空挺隊員の降下や車両などの貨物の空中投下を行うため、飛行中でも安全に、 カーゴドアの開閉が行えるようになっている。貨物の禁定、タイダウンが必要なため、補強された床構造をはじめ、貨物室は相応に強固な設計とされている。重量物の輸送に伴い機体構造へ繰り返し、加わる通常の応力に加えて、高高度を飛行する機種では、貨物室を含め余圧構造とされているために、さらに高い耐久性が求められ、 強度部材には十分な強度が見積もられている。また、不正地での離着陸なども考慮して、降着装置や主翼は丈夫にできている。このため、機体重量は民間用輸送機に比べて増す傾向にある。軍事作戦だけでなく、紛争地帯でも運用される、軍用輸送機は、傾向式地対空ミサイル、MANPADS による脅威にさらされるため、自衛用のチャーフやフレアの投射機を、 赤外線警戒センサーによるミサイル砲装置とともにシステムとして搭載することが多くなっている。主翼は以下の理由によって後翼配置が好まれる。軍用輸送機で採用されるような極端な後翼配置は飛行体としては不利に働く面もあるが、空力特性よりも広く長い貨物室の空間形状と大容積による貨物収容能力や二役の利便性といった。 運用性優先させた設計が選ばれる傾向が強い。高翼配置を採用することで低翼配置での主脚の収容空間が得られなくなるため機体底部の左右にバルジと呼ばれる突部を設けて他輪式の主脚を格納する式が比較的多い。尾翼は高翼配置によってエンジンが高い位置になることで排気ジェット流も高くなることや 多くの公翼の輸送機が採用するビブのスロープ式ゲートの位置的な影響から水平尾翼が垂直尾翼の上端へ取り付けられる形式が比較的多い。公翼配置を採用しない機体では蒸気の利点はほとんどが逆に働くため貨物の収容能力では比較的劣ることになるが民間航空機と同様の機体であれば設計や製造、 運用コストの低減が期待できるなど、他の利点が存在する。第二次世界大戦の前半において、ドイツ国防軍は空挺部隊を効果的に運用した。特に1941年のクレタ島における戦いでは、ドイツ軍は多数の呪52を用いて、空輸作戦を行いクレタ島を占領した。また、独ソ戦においても、各所で物資を空中投下する。 空中補給を効果的に用いた。日本軍はパレンバン空挺作戦にて、高性能の百式輸送機などを用い、陸軍空挺部隊の効果に寄与。空挺部隊は太平洋戦争の最重要攻略目標であるパレンバン大輸電を制圧したが、国力の差から連合国やドイツのような輸送機の大量ウや運用は行えず、以降は、 沖縄戦時の独立混成第十五連隊の例を除き、千人を超えるような大規模な空挺作戦や空輸作戦は行われていない。第二次世界大戦後半においては、連合国が同様に、ノルマンディ上陸作戦をはじめとして、多数の C-47 を持ち空挺作戦や空中補給を効果的に行った。1948年に、 ベルリン封鎖が発生すると、アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国は輸送機を総動員し、西ベルリンへ補給物資を輸送した。第二次世界大戦時の空輸による補給物資輸送は一時的措置のものであったが、ベルリン封鎖時の空輸による補給物資輸送は継続的なものであり、輸送機が向上的に大量の物資を輸送できることを示した。 1950年代には、戦術輸送機の決定版と言われ、現在でも改良型の生産が続いている C-130 が開発された。この機体は、それまでの軍の経験を踏まえ、十分な量の貨物を搭載でき、また、貨物の積み下ろしが容易で、前線の不整備な飛行場でも運用できることから、評価が高い。物資輸送任務以外に特殊部隊の展開支援にも、 供されており、用途に合わせて、独自に改良された MC-130H が空軍特殊部隊に配備されている。航空自衛隊は C-130 に変えて C-1 を独自開発し全面的に運用する予定であった。しかし、周辺諸国への政治的配慮から、あえて航続距離が短く設計されて極端に使いづらい機体になってしまった。 特に開発後に変換された沖縄県周辺や海外での活動となるとこの欠点は致命的であった。このため結局 C-130 が導入され輸送機の主力となっている。C-1 の後継機として C-130 より積載量が多く航続距離の長い C-2 の開発が進められ、2016年に量産初号機が航空自衛隊に引き渡された。 C-130 はあくまでも戦術輸送機であり、大陸間の輸送を行うには航続距離が不足している。そこでアメリカ軍は大陸間の輸送を行う戦略輸送機として C-5 等を使用していた。1990年代に入り、C-130 並みに前線の不整備な飛行場でも運用ができ、かつ大陸間の輸送ができる、 C-17 が開発され、アメリカ本土からヨーロッパ、中東への輸送に活躍している。旧ソ連やロシアでは、国土が広く利用可能な海洋が少ないことから、輸送手段としての航空機開発には熱心であった。そのため、e 七7 6や a 百1 2 4などの、大型機からアン2のような小型の機体まで沢の、輸送機を開発している。また、 ロシアは特に陶器の気候が厳しい上、必ずしも整備状況の良い飛行場ばかりではない。そのため、旧ソ連の輸送機のいずれもが未整地でも運用できるという特徴を持っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。